はい、どうもさん、こんにちは。え、せっかです。それでは今回なんですけども、Visa Line Pay ドカード登場、還元率や年会費は、Apple Pay の設定方法や、Visa Line Pay クレジットカードとの比較もということで、今回は数日前にサービスが開始されたビザ、Visa Line Pay ドカードについてですね、この動画では、Visa Line Pay ドカードの特徴や設定方法、あとは、Visa Line Pay クレジットカードとの比較も含めてですね、お伝えしていこうと思いますので、ぜひ最後まで楽しんでいただければなと思います。それでは 行ってみましょう。ということで今回発表されたのはこちらですね。LINEPay の ApplePay ならダブルクリックしてかざすだけ LINE で誰でもすぐに始められるということで、こちらの Visa LINEPay プリペイドカードというサービスが開始しました。これはもう普段からね、使っている LINEPay で、それのプリペイドカードバージョンみたいなものができたという感じです。 に対応しているととうことで,す、ね、で、すねでちょっとですね、本題に入る前に、そもそも LINEPay のプリペイドカードといえば思い出すものがあると思うんですけども、こちらのカードですね。JCB の LINE のプリペイドカードですね。まあ、結構ですね、僕の動画を見てくださってる視聴者さんの中で持ってる方多いのかなと思うんですけども、こちらの LINEPay カードなんですけども、もうすでにですね、2020年の12月22日10時に、なんと新規発行がもう終了してるんですよね。なので今から発行しようかなと思ってる 方もうできませんのでお気をつけください。 で、さらにですね、この LINEPay カードに記載されている有効期限までは利用できるんですけども、それ以降に関しては利用できませんのでお気をつけください。まあ、僕自身も持ってるんですけども、まあ、やっぱりま、LINEPay クリジットカードの方がですね、まあ、かなり有効活用できるので、もうかなり長い期間眠ってるというような感じです。で、本題に戻りまして、早速、この Visa LINEPay プリペイドカードの特徴はということで簡単にまとめました。まあ、ちょっとね、公式ページから引っ張ってきたんですけども、上から見ていきましょう。 まず一番目、入会金年会費が無料ということですね。まあこれ結構プリペイドカードの特徴ではあるんですけども、まあとりあえず LINE アカウントがあれば審査なくてすぐに利用することができます。なので特別何か入力しないといけないとかそういったことは全然ないので、すぐに使うことが可能となってます。 次二つ目、お金の出し入れのために通知ということで、まあこれはね、普段からビザラインペクレジットカードを使っている方であればすでにね、もうイメージ湧いてくるのかなと思うんですけども、例えば、そのプリペードカードを使ってお買い物したりとか、もしくはチャージした時、まあお金が動いた時にラインで通知が来るような設定となっております。 結構これってすごい便利が良くて、今僕自身はビザラインペイクレジットカードの方を使ってるんですが、例えばそこでラインペイで決済したりとか、カード単体で決済したら、メッセージアプリのラインの方でこれぐらい使いましたよっていうのがすぐ来るので、結構安心につながるのかなっていう感じにはなります。ですけども、もしかすると経験したことがある方いらっしゃるかもしれないんですけども、何かこう月額とか定額でお金払ってるものとかをまあ入会してたりすると、まあいわゆるそのサブスクとかですかね、そしたらたまに深夜とかに通知が来たりするので、 ちょっとびっくりする時ありますよね。 次三つ目は Apple Pay に設定して ID 決済を行うことができます。で、端末自体は iPhone プラス Apple Watch も設定することができます。で、Google Pay に関しては現在準備中ということですので、もしまあちょっと利用しようかなと思っている方はすぐに使うことはできませんので、まあちょっとね、これが使えるのを待つということですね。そして四つ目、オンラインショッピングも利用可能ということで、まあ使える場所、オンラインで使えるところはそのビザが利用可能な場所であれば OK ということですので、まあ比較的まあ全部のオンラインショッピングでビザが使えるところ多いと思うので、いろんな場所で 使えるのかなという感じですね。で、早速ですね。このビザラインペイプリペイドカードの設定をやってみたいと思うんですけども、まずはラインペイのアプリを開いていただきまして、ま、ラインペイというか、ラインアプリですね。そして右下のウォレットの画面が今この出てる画面となります。で、ここに設定するという項目があるので、ここをタップします。そうすると、ラインペイでタッチ決済、そうすると、ラインペイでタッチ決済という画面があるので、ここの始めるというところをタップしてください。そしたら、バーチャルカードを発行し、アップルペンに設定。し ししまますすととといいうう画面があるののでこここ確認というところをタップしますそして、このサービスを利用するためには、Visa Line Pay p カードの利用規約への同意が必要ですと出るので、ここで確認をタップですね。で、続きまして、この利用規約のところにチェックを入れるところがあるので、ここにチェックを入れて、そして同意しますっていうとこをタップしたら、Apple Pay にカード追加の画面が出てくるので、ちょっと今2項目あるんですけども、下が Apple オッドで上が iPhone なので、 上の iPhone のところですね、タップして、そうするとカードを追加する画面が出てきます。で、ここで、まあ、LINE メンバーというお名前が出て、そしてカード番号が記載されているので、右上の次へというところをタップして、また改めて利用規約が出てきますので、今度は同意するをタップします。そうすると、Visa Line Pay プリペイドカードがウォレットに追加されましたということで、ID のマークであればどこでも使えますよという画面が出てくるので、下の完了をタップしたら、この LINE Pay カードをメインカードと設定しますかと出るんですけども、まあ、特にね、今僕はメインカードとして使う予定は 特にないので、まあ、ここの今はしないというところをタップしたら、これで設定が完了しました。と出ます。結構簡単ですよね。で、一応確認として apple pay で支払うというところをタップしたらご覧のような画面が出てきます。この画面で id 決済が使えるところであれば、ま担、あ、当でおなじみの id でお買い物ができるという流れになります。 結構この件面可愛いですよね。ちなみになんですけども、この Visa LINEPay プリペイドカードを使ってオンラインでショッピングするとき、まあカードの番号ってどこで確認することができるのかということなんですけども、この LINEPay の管理画面のところで、ここにですね、プリペイドカードという項目が出てきます。そしたらですね、プリペイドカード2つ出てきます。で、上の部分の LINEPay カード JCB っていうのがちょっと最初にお話しした、今もう新規発行受付終了してる JCB の LINEPay プリペイドカードですね。 で、今回は、ここですね。Visa のインペイプリペイドカードの方ですね。ここをタップしたら、このカードの詳細画面が出てきます。で、ここにですね、先ほどお伝えした、このプリペイドカードのカード番号であったりとか、そしてセキュリティコードもここに記載されてますんで、もしオンラインショッピングでお買い物されたいっていう方は、ここで番号を確認した上で入力してみてください。であと、他にもですね、カードの暗証番号であったりとか、まあ利用限度額、そしてインターネットショッピングの本人認証サービスですね。まあ、ここら辺の設定をされた上で使うと思いますんで、 ま、事前にね、このカードを使われたいという方は設定しておくのがいいのかなと思います。 で、このカード自体ですね、プリペイドカードなので、チャージってどこですんのというとこなんですけども、まあ、先ほどの管理画面を下に下がっていただくと、ご覧のような画面が出てくるんですが、まあ、ここにですね、チャージという項目があります。そしたらですね、チャージ方法を選択ということで、いろんな方法があります。銀行口座、セブン銀行 ATM であったりとか、まあ、ファインポートであったりとか、まあ、そういったところでチャージすることができますんで、ここからチャージをした上で、今回のビザラインペイプリペイドカードを使うという流れになります。で、タイトルの時にもちょっとお伝えしたように、まあ、ちょっと簡単には、 ですけどもこのビビザザラライイイイインンペペペプリドドドカカーーそししててクレジットカードをちょっとと簡単にだけ比較してみたいと思い思ます左側がプリペイド、そして右側がクレジットカードの方ですね。まず年会費なんですけども、ビザラインペイプリペイドカードに関しては0円ということですね。で、クレジットカードの方は、初年度は無料で、年会費が税込み1375円かかります。ですけども、年1回の利用で、その1年トータルで無料になったりするんで、比較的まあ負担はないというか、もうゼ実質0円にちょっと近いのかなというか 感じですかねなので持ってるだけでも全然いいのかなと思いますで次に審査なんですけども LINE ペイプリペイドカードに関しては LINE のアカウントがあれば誰でも作ることができますんで一応審査はなしという風に記載をしましたで右側の LINE ペイクレジットカードに関してはやっぱクレジットカードなんで18歳以上の方であれば作ることはできますであと高校生の方は作ることができませんのでここも気をつけてくださいで続きまして還元率ですよねまあほんここがね正直重要なところかなと思ったんですけどもこの LINE ペイプリペイド カードを使っててお買い物しても実はでですすね、ね。還元なんですよ、ね、ちょっとこれ寂しいですよね。まあせめて0.5%とか、何かしらの形で、LINEPE のランクに応じての還元とかがあれば、まあちょっと嬉しいかなと思ったんですけども、まさかの0%還元ということですね。で、今お伝えしたように、クレジットカードの方に関しては、来年、2021年の4月の30日までは3%還元。で、それ以降はちょっと何還元になるかわかんないんですけども、まあこれまでの期間の間に、まぁ、3%還元というのは かなり有力なカードとして利用されている方も今結構多いのかなと思います。で、続きましてリアルカードなんですけども、今回のこの LINEPay プリペイドカードに関しては、まあ、ApplePay だけには対応してるんですけども、普通のカードタイプのものがないので、 ま、なので、なしと。そして、ビザナインペイクレジットカードに関しては、もちろんカードあるので、これはありとさせていただきました。続きまして、チャージペイなんですけども、まあ、これはね、チャージペイっていうのは、普段からラインペイ使ってる方であれば分かると思います。まあ、わざわざチャージすることなく、そのまま決済することができますよというような便利なサービスとなってるんですけども、このビザナインペイプリペイドカードの方には特にないので、先ほどお伝えしたチャージ方法を使って、事前にチャージをしてお買い物する必要っていうのがあります。ですけども、このクレジットカードの方には特にチャージはする必要なくて、まあ チャージを使って気軽にお買い物すすることができますそして、ブランドなんですけども、まあ、それぞれもう冒頭からお伝えしたように、ビザがもう使えるので、ビザが使えるところではどこでも使えますよ、ということになっております。まあ、このまとめを見た感じ、正直もう、ビザなペイクレジットカードの方がいいやっていうふうになるとは思うんですけども、例えば、若い方で、まあク、まあににまあ、あクレジットカードが作れなかったりとか、何かこう、お小遣いをラインペイとかでもらった時に、まあ、還元とか特に気にせずお買い物をされたい、まあ、ID 決済でされたいっていう方であれば、このビザな隠蔽プリペイドカードの の出番があるのかなと思いますもちろんねあ LINE ペイドコード決済が使えればこれがこれで一番還元率がアップするのでその方法がいいと思うんですけどもそうじゃないっていう方に関しては VISA LINE ペイプリペイドカードがもしかすると活躍する時が出てくるのかなと思いますまあ、僕自身はすでにもうビザラインペイクレジットカードを愛用しているのでこの3%が続く限りはしっかりと使っていこうかなという風に思っておりますまあそんなこんなで今回はビザ s a LINE ペイプリペイドカードについて簡単ではありましたけども お伝えさせていただきました。まあ、ちょっとね、今回をお伝えして、まあ、このカードを今後使うかどうかっていうのは、まあ、先ほどもお伝えしたように、今んところは特にはないんですけども、まあ、このサービスがいかにどんな風にこう広がっていくかには寄っていくのかなと正直なところ思ってます。まあ、例えばこうキャンペーンが出たりとか、何かしらのクーポンがあったりすれば、もしかすると活躍するのかなっていう風に思います。まあ、ぜひですね、僕がこの動画でお伝えしきれなかったこととか、こういった機能とかこういったサービス、こういった使いどころがありますよってことがあれば、ぜひともコメントを書いてください。 見ていただければなと思いますということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました